皆さんこんにちは、薬学生トレーニーのさくらです。今回の動画は、こちらにプロモーションって出てると思うんですけど、今回はねタイアップ動画になるんですね。でどことって感じなんですけど、今回はもう8ヶ月前の話になるんですけど、この動画以前に上げてて見てくれた方はわかると思うんですけど、この動画で遺伝子検査をやったんですね。今回はその結果をもとにある実験を行おうっていうことになりましてですね、そのタイアップ動画になるんですね。でその遺伝子検査はサークル DNA さんなんですけど、それにあたり、動画を見てない方にこのサークル DNA さんの説明をいたしますとですね、まずねサークル DNA プレミアムっていう遺伝子検査があって、食事のことやったりとか栄養ニーズ、最適なスポーツトレーニング、これがねなんか自分に合ったトレーニングの強度とか回数とかが分かったりとか、ストレスと睡眠って言って、なんか自分には一番どのくらいの睡眠時間を取ればパフォーマンスが上がるとか、病気のリスクとか全て分かるんですね。でこれが合計で500項目くらいのレポートがあって、それをこのアプリで見れることができるんですよ。で一回それを遺伝子検査したらいつでもこれ見れるので、自分のアプリの中にも自分のレポートがずっとあるっていう。でこういう検査はね、あの遺伝子の検査なので、別に何回もするわけじゃなくて、1回したら結果は変わらないってなってるんですね。500項目もある遺伝子検査って世界でも有数の遺伝子検査らしい。でこれ遺伝子検査の方法も結構簡単やって、頬の内をねこするんですよ。それをこすったものをサークル DNA プレミアムさんに送るんですね。でそのレポート結果が3週間後くらいに届くんですよ。でそれがこのアプリ内で全部見れるっていう形になってます。で私ちなみに食事が、いろんなね減量中とかにケトジェニックとかもやってたんですけど、でケトジェニックをしてて結構自分の体感的には良かったから、自分にはケト合ってるんやとかいう話も前の動画でしてるんですけど、でも自分が合ってると思ってたケトが意外とそれが一番合ってたわけじゃなくて、この遺伝子検査結果的には私はバランスのいい食事が合ってたとかもあったし、あとは病気のリスクとかも見れるようになってて、私はね結構脂肪系の病気のリスクが結構高かったので、病気は自分で注意したら完全に防がれへんかもしれへんけど予防はできるっていうことで、そういう病気についても分かってくる。他にもトレーニングとかで見たら、高い持久力で低いパワーと中等度のストレングスっていうのを組み合わせるのがいいから、私が筋力をつけるためには15から20レップを60秒休息のセットを3回行うなどの低強度で高ボリュームのトレーニングが一番筋力がつきやすいっていう風なのが分かってたりとか、だからこの視聴者さんの多くは結構多分トレーニングをされてるかなって思うので、そういうのが分かったら自分は高重量より中重量を何回やった方が一番効率よく筋力つくんかとかが分かったりするっていう、これが多分みんながそそられる部分なんじゃないかなって私は個人的に思うんやけど、私はこれを見ておおなるほどってなった、思ってた通りやったなっていうこともあったり、意外とそうなんって思うことも結構あったりしたんですね。なので今回は最初にも言った通りちょっと実験をしてみるっていうのの内容が、一つ目は睡眠。この睡眠に関して私今は11時から12時の間に寝てるって結構いろんな動画で言ってると思うんですけど、で起きるのは大体決まって5時なんですね。なので長くて5時間半短くて5時間で、私の一番いいパフォーマンスができる睡眠時間っていうのが標準の7時間から9時間を寝てください。それが一番パフォーマンス発揮できるっていう風になってるんですよ。なので今の生活やったらちょっと短すぎるんですね。でその一番自分がパフォーマンス発揮できる状態がどんな状態かってあんまり分かってないから比較難しいんやけど、ちょっと今回の実験内容の一つ目はこの睡眠時間で1週間の間9時に寝て5時に起きる。私はどうしても5時に起きたいんですよ。やっとすると寝る時間を早くしないとあかんから、9時から寝て5時に起きる、9時5時の睡眠にして睡眠時間を8時間確保する。でそれで1日のパフォーマンスが上がるかどうかっていう検証をしたい。これが一つ目の検証ですね。で2つ目の検証が、私食事でデトックス食材を取り入れた方がいいっていう風に結果で出てたんですね。でデトックス食材って例を出すと、なんかブロッコリーとか油中の野菜を取るのがデトックス食材みたいで、それを取った方がいいっていうような検査結果になっていたので、これも1週間意識的に取りたいなって思う。なのでこの2つをちょっと試してみようかなと思います。でもちろん1週間やってどういう結果が出たとかいうのは1週間後にもう1回カメラをね
回してね、どうやったっていうのをお話ししたいんですけど、まあとりあえず今日から1週間ちょっと実験してみようと思います。もう夜なので、もう私睡眠時間が迫ってるということで、1週間ちょっとね寝る時間が長いから、やらなあかんことをさしていかなあかんということで、また1週間後カメラを回したいと思います。そうそう、はい、皆さんこんばんは。ということで1週間後の今日になります。で、正直1週間経っての感想、まずアブラナ科の食材を意識して取ってみた結果、全然わからん、ほんまにわからん。それを意識して取って何が変わったって、わからん、ほんまにわからんねんけども、っていうのも1週間取っただけじゃ、その体の中のこととかは目に見えるものじゃないし、油の中の野菜を取ることで毒素を体から出る形に変換しやすくなるってなって、その結果がんのリスクとかも下がるっていうことなんですけども、その1週間の食事でさ、がんのリスクが格段に下がったわとかなって出たら、それはまた不思議な話やから、まあ、それは正直わからんねんけども、まあ、これをすることで自分のこう未来のリスクとかをちょっとでも減らせたっていう気分にはなれた、まあ、だから、まあ、ちょっとプラシーボ効果的なこともあるんじゃないかなって私は思う。私はこれを食べることで、まあ、がんのリスクも減らせてるんだろうなとかいう風にもなるし、これは私のその油中だけに限らへんけど、いろんな項目がある中で、それを知っとくだけで意識できる。意識したら、なんかちょっと気持ち的にもいいことしてるみたいな感じになるっていうのが、自分の中でちょっと感じたことかなっていう感じでした。で、もう一個の検証の睡眠ですね。こちらの検証結果はですね、わからん。わからんねんけども、でも、いつも私、だから5時間睡眠くらいのところを、私はそのショートスリーパーじゃなかったから、1週間8時間睡眠にしてみるっていう検証だったんですけど、8時間睡眠してみての結果は、正直慣れてなくて、ちゃんと寝ることは寝れたんですけど、やっぱ寝すぎてるっていう自分の感覚になって、日中ちょっと眠くなることが多かったっていうのが正直な感想です。でこれは、慣れてないからかなって自分では思ってて、でも体の楽さとか体の疲れとかは確かに、まあ、よく眠れてるからいつもよりは少なかったかなって思ったり、まあ、これも正直なんかいっぱい寝たから元気っていうようなプラシーボ効果なんちゃうんって思っちゃうところはあるんですけども、まあ、でも自分が一番ベストパフォーマンスできるのは8時間くらいってなってたので、まあ、それを意識して慣れていけばいいのかもしれないっていう風に正直思いました。でもその睡眠って、まあ、前にも言ったことあると思うんですけど、まあ、ボディメイクする上においてもしなくても生きていく中で睡眠はまあめちゃくちゃ大事っていうのは、まあ、何度も言ってるかなって思うんですけど、まあ、その睡眠も長くとればいいっていうわけじゃなくて、どんだけ質のいい睡眠ができるかっていうのが鍵になってくる、まあ、なので私はこの自分に合った睡眠時間かつ質のいい睡眠がこれからできたら、まあこれ文句なしのパフォーマンスができる生活になるんじゃないかなっていうのは正直思いましたね。で、まあその睡眠はですね、ちゃんと取ることでエネルギーの代謝を活性化してくれるから、まあ、太りにくい体作りだったり筋肉の疲労回復とかもしっかりできるし、でストレスとかもなくなるしって感じで、まあ、睡眠は大事、もちろんめちゃくちゃ大事なので、なんかこう、まあ、この遺伝子検査をすることで自分に合った生活をしてるっていう意識になれるかなって思うんですよ。全部が全部それ意識しだしたらもうしんどってなるかもしれへんけど、まあ、なんか自分のちょっと気になるところとかをなんか意識して生活してるってだけで、うわこれ絶対自分に合ってるっていうような考えにもなれるかなって思うので、まあ、そういう意味でも自分の遺伝子から自分の体のことを知るのはめちゃくちゃいいなっていうふうには、まあ、改めて思ったっていう感じですね。今回そのサークル DNA を使っての結果をもとにの検証だったんですけども、このサークル DNA さんがこの動画を見てくださってる視聴者さんに向けてですね、今日から1週間 33% オフになるクーポンコードが発行されているので、これを見てくださった機会にですね、一回自分の遺伝子知っときたいみたいな
感情になった方はぜひ試してほしいなと思います。で、なんかこのサークル DNA の中にはなんか結構いろんな種類のキットがあるみたいで、バイタルキットとか、今回私が使っているのプレミアムっていうやつなんですけど、それよりお手頃なキットとかもあって、それも割引対象みたいなので、ぜひあのチェックしてみてください。リンクもクーポンコードも概要欄の方に書いてありますので、ぜひ見ていただけると幸いです。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画もお楽しみにしててください。